お前みたいにザコシ違うんだ。え、待って待って、俺サンデーリーグ全部優勝したことあるけど、俺サンデーリーグ全部勝ったことあるよ。なんだって、言い返せなくなっちゃってんね。そりゃそうだよ、勝てるわけないんだから。あ、聞こえます。運転ちょうだいってくれなかったから、そっから応援してただけ。うるせえよお前、ダメだろ俺。あ、ごめんごめんごめん、やばい、すいません。ガチうるさいが、黙れ。 VC 切れよ、黙れよ。 VC 切ればいいじゃん。俺ごめん、配信してるから喋らせてくんない。 VC 全体すんの、ね、お前うるせえな。え、全体じゃないよ、チームで、チームで。うるせえお前、チームで。無理無理無理、どうしたどうしたどうした。うるせえよっさ、どうしたどうした。え、ニートです、ニートです。え、ニートですけど、はい、ニートですけど。ニートかお前、うっさ。はい、ニ、はい、ニートです、はい、ニートです。行くせ行くせ。あれ、なんでなんなこ、あーこけ。えブサボ喋んなお前。待って待って行くせいてー。お前こけって覚えたばっかな。おいカス、おい VC 切ればいいや。俺の2番ブロックすればいいだろ。おい気持ち悪いな、全体で喋ってねえから。あと話しかけてくんなよ、うるせえって思うならブロックしとけカス。じゃあ俺がおしさあさしたあてか新版なんか一緒に漁ってると思ったら下手くそやん。だからね、焦り効率とか考えねえ、下手くそだから同じ場所漁ってんだ。まあ、そんなけ、なんかね、声聞いたら大体バカがわかるからさ。お前みたいなやつ。な、バカだから、ね、似たような場所漁ってんだな。焦り方で下手ってわかるからな、このゲーム。あー、マイクつけた。うわー、マイクつけた。え、待って待って、え、あ、俺サンデーリーグ全部優勝したことあるけど、俺サンデーリーグ全部勝ったことあるよ。なんだって？俺サンデーリーグ全部優勝したことあるけど、で俺が見てるコーチの実績見せろよ、お前証拠見せてみろよ、お前こっちは実績あるぞ。芝刈り FFL はフローラで勝って、 KW は島の時勝ってるけど。やべ、息臭すぎて聞こえんわ、ごめん。あれ待って待って、大会実績俺に勝てるわけないんだけど。で今俺が見てるフローラってチームはプロリーグ最近ちょうど2連覇して、あと FFL ピリオド勝って AS チーム勝って KW も勝ってって感じだけど、実績か、あと何があるかな、実績わかんないけど、まあ実績、あーそうだ、荒野が一番最初にできた日本一決定戦俺優勝してんな。あれ実績の話が出なくてミュート、マジ。え、何実績って、大会の大会出てんなっつって実績、顔真っ赤やん。もう、あ、出た、車パンクさせてる、顔真っ赤にしちゃって。マジ俺に大会実績煽ってくるやつおもろすぎるんだけど、ふざけんなマジで。いやありがとうありがとう、とんでもない楽しそうな野良見つけれて俺満足や。お、ションション絶対キルポやん、ペイタンしろや、すげえ。しかも俺の、え、俺マークスーパードライ、俺枠が俺に大会実績語ってくるのやめて。本当に怖いから勝てるわけないやん。おい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 、マジでおいおい、喋れよマイク一番いいんか。え、喋んなくなっちゃって、なんだっけ、俺にニート煽りしてきたっけ。大会実績ね、マウント取んの本当にめて恥ずかしいから、プロならいいよ。お前が一番恥ずかしい。え、いやいや、お前だよ。な、滑稽な声って何？22です。ああ、22です。え、何、え、大会実績何？え、ごめんなさい、荒野行動で、荒野行動で月収100万円です。え、いや荒野行動仕事なんだけど、俺お前と違って俺100万だから、ごめん。ああ、ごめんね、何で勝てるかな俺に。おもろすぎるってマジで、もうマジで終わってるわこのゲーム本当に。お前マジで俺にニート煽りしてきといて、大会実績煽りが一番おもろいけどな、とんでもなすぎやろ。大会実績で煽ってニートが喋んな。え、ニートっていうか、なあの、え、コモコモしてるよ俺、だってこれ仕事なんだけど俺。だからコモコモしてる。え、してるよしてる。社会貢献して、お前より、あ、お前より、あの経済回してんだけど、何どうしたどうした、なんで勝てるかな、もっともっとか、頭、お前のちっぽけな頭ひねりつぶしながら、握りつぶしながら、この汁で、汁ってこちら看護のお前、専門学校行ったんだもん。うん、待て、あの、社会講義してないから学校行ってんだけじゃん、お前。俺働いてんだけど、俺社会人なんだけど。ね、何お前バイトだろ、せいぜい。なんで勝てると思って俺に言い合ってんの、お前。バカなの、お前は。
待て看護学校、別に看護学校これからね、22歳と18歳は22歳仕事してて当たり前やろ、まあ、うん、そうだ、当たり前だよ。お前にさ、看護されるやつの身考えてみろよ。もう震えちまうだろ、お前なあ、なんで勝てんの俺に。頑張れよ学校、お前そんな暴言ばっか入ってねえで。お前看護するで世話するときそんな暴言吐くんか。おい陰キャよ、恥ずかしくねえの18でそんなんで。おシャオン来た、シャオン来た、キリコかこれ笑っちゃってんじゃん、もう言い返せなくなっちゃってんね。そりゃそうだよ、勝てるわけないんだから。あ聞こえます。あれ待って、こんなカップル。あはい、何ですか、聞こえますか、聞こえるよ、聞こえますか。なに、2番さんちょっと静かにしてもらっていいですか。男かよ、うるせえよ。あのちょっと2番さんちょっと、だから VC 切ればって、 VC 切れよ。お前が VC 切れよ。いやいや俺配信中だからさ、ごめん切れない。ちょっとあなたの滑稽な声聞くのちょっと飽きました、お願いします、聞いてください。いや言いたいです。なんで滑稽な声って、滑稽な声って使ってるやつ初めて見たんだけど。20歳で成人して恥ずかしくない？全然恥ずかしくないの。20歳だよね、大人対応してみろよ。大人対応してみろよお前。これは俺、ごめん、俺が俺の対応だから。お前らみたいなクソ気持ち悪いやつ会うのが俺の仕事なのな。18歳に、22歳が18歳に負けちゃうの。待って、何も負けてないんだけど。俺がボロ勝ちしてるやん。何で負けてんねん。おい、カス。うっせえな、ガキども。あ？おめえもか、てめえ4番も。お前もやんのか、おい。あ、はい、わかった。いいよ、お前ら全員じゃあ、お前 DM 送れよ。うるせえよ、ガキ死ね、お前さっさと黙れや。目と話してねえんだよ、ガキ。ねえ、どうする？お前何でバトルする？22歳、そんな悪口言わないでください。もう悪口言う仕事なんです。これで飯食ってんねん、お前らと違ってよ。待って、笑い方いいんじゃねえかさ。え、なんちゅう笑い方してんねん。お前何坊主にしたりしてんの、お前気持ち悪いな。あれ、俺のこと知ってるの。あー、ごめん、頭光らしてんけ、お前。いや、ハゲてないです、ハゲてないです。あー、もう分かった分かった、とりあえずさ、待ってた、分かった分かった。次は何、お前ら言い返せなくなったら、え、年下に煽ってて恥ずかしくないのって方に逃げんの。おい、気持ち悪いな、マジで。俺がお前らのレベルに合わせてんだよ。話聞けば。22歳。何、どうしたどうした。え、よ、聞ける、どうしたどうした。え、仲良くしませんか。しない。いや、僕、こうやって、いや、喧嘩する気ないんですよね。もうちょい静かに喋ってもらっていいですか。いや、無理。いや、別にそもそもそんなうるさく喋ってないのに、お前らがせっかく絡んできてくれたから、お、これ、美味しいと思って乗っかってあげてるだけなんだけど。あ、はい、何言ってんの。もう、おんねん、はい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 っつって逃げるやつ、おんねんなぁ。クソ陰キャ、童貞クソブス野郎が、黙っとけや。話しかけてくんな。はい、童貞じゃないです、お疲れ。当たり前です、童貞じゃないの、当たり前です。ちょっと言い返せるときに元気になって言い返してきちゃって。お前ラブホでシコシコしてるんじゃんけ。何、ういお疲れ。何ラブホでシコシコしてるんじゃん。なんでラブホでシコシコって。なんでラブホでシコシコすんの。ラブホ行けないからね、こいつ。どうせ。あ、これ、引きこもりだもんな、だって。引きこもりだもん。しわかり希望、お前、引きこもりだもんな。ごめん、引きこもりだよ、俺。お疲れ。引きこもり、毎日家でちゃんと仕事してんだよ。そりゃそうだよ、引きこもりだよ。もう分かったっつって。ディスイボイス、マジで、配信やめた方がいいっすよ、マジで。もうさ、ちゃんと話が、なんかさ、レスしてほしいよ。お前らさ、話がさ、滑稽すぎる。コネコーチ。滑稽すぎる。もう疲れちゃった。疲れたもん。疲れんな。もう疲れたよ、俺も。あ、もう喋んない、車で。よかった。もう喋んのやめるね。あ、オッケー。あー、でかいし、でかいし。マジでかいし。お前みたいなゲストマジ嫌い。うん、ごめん、喋っちゃった。あー。いや、しゃあない、そういう時もありますよ。まあ、22歳多動症やもんな、しゃあない。多動症虚元気は、まあ、しゃあないっすよ。マジで。まあ、一応、まあ、動画で頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って、看護学校、頑張れよ。うん。なんか、煽りどころが下手くそだよね、こういうやつらって。意味わかんないもんな。でも、途中から何言ってんのかわかんなかったもん、俺。俺、看護学校で、つって。え？つって。大会実績の話しちゃった。お前そんなに YouTube のネタ欲しいんか。お前黙れ、うっとしいな。え、ごめん、あ、ごめん、してる。あ、
あ、マイク消しとく、ごめん、聞いちゃう、あ、ごめん、ごめん、聞かせるつもりなかったね。あ、ごめん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 ね、マイク消しとく、メッシュ消しとく。ごめん、ごめん、やばい、やばい、やばい。息臭いとは、声滑稽しか。ねえねえ、大会実績なんだっけ、教えて、大会実績。何買ったことあんの、お前。ねえねえ、看護学校行きながら頑張ってんでしょ、ポチポチ。小学 1×1 や、こっちとら、お前、なんか文句あんの、これ。いや、面白い。お YouTube のコメ欄のやつは調子乗ってんじゃねえのお前ない。看護のことバカにしやがってお前。え、看護のことバカにしてんじゃ、看護のことバカにしてんじゃないよ。お前のことをバカにしてんだよ。だって看護って、俺の友達もいるよ、看護で頑張ってるやつ。だけど、お前みたいにキモいやつがいて、ああってなってみんながっかりしてんだよ。わかる？お前ネットだからってあんまな、あ、大会実績、さすが1かけだね。1かけの実績だわ。さすがさすが。うまいじゃん。頑張れよ、荒野行動。荒野行動より先に学校行って勉強した方がいいと思うけど。学校すら行けない奴らがなんか言っとるわ。何を言ってんのお前は。てか、俺に言い返せなくなって、俺のリスナーになんか言うのやめてくんない？すごいね、荒野行動は。車で引っ越されて、おっつやな、こいつ。笑い方やばくない？これ、まず多分これ、作り笑いだよね、これ多分。はははは、つって、行動は。マジ無理して。マジ多分こいつ顔引きつってるからもういじめんのやめるわ。いじめてるつもりねえけどな、俺だしな、絡まれたの。やり返してるだけだからな。普通に言い返してるつもりがなんか倍返し以上のあれになっちゃったけどさ、大会実績とか言われちゃったから。ギラ死体してんのこいつ。みんなで参加する？全員死んでんだけど味方弱すぎる。マジで次ちょうたい。これ今ちょうたいやん。詰めてくっかな。2番の国旗は何をしてんの。かわしらやぞ。うるせえよ。やばいやばい、なにこれ。これだけでお疲れ。おい、いけんのかお前、大会実績あるやろお前。全員殺せよ。きつすぎこれ。ワンちゃん来てんじゃねえこいつら。気持ち悪いのマジ。おやるやんけ。気持ち悪い。絶対つむつむなんだが。きつすぎ。1キロ欲しいんだけど、これひどいねえじゃん。一人一人が夢を守る信念した。ケンチンが隣にいてくれた。お疲れこいつらマジで看護専門です。あいつに看護されたくない。そりゃそうやって。まずシジミショーとこいつか。んシジミゲリラ主催してます。ボーン弱えっつって。とんでもないね、荒野行動は。ようできてますわほんまに。